石さんは、はい、電車の中で鼻歌を歌ってる人どう思いますか？鼻歌もいいけど、やっぱり電車の中でライブだね。ライブ。そういえばそんな企画あったよ。去年年末にさ、はい、テレビ愛知で電車貸し切って。貸し切って？ミュージックトレイン。またやんのこれ。さあ、今年も始まりましたミュージックトレイン。もう一人の MC はこちらの方。聞いてねえよ、俺で MC じゃなくて今日ゲストやろ。ゲストなわけないじゃないですか。俺だって俺去年 MC やったんだよ、本当に。いや、あ、アーティストのゲスト、一番バッター、ジェームス・エイブンスです。よろしく。あ、アーティストなんですか？そうだよ。嘘。俺今から歌っていいの？これ。いや、歌わないでください。うん、誰も聞きたいとは。ミュージックトレインオン TV、愛知。この番組ミュージックトレインハイビジョンなの？もったいない。Yeah.